今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。はい、今日はですね、カラスマ、四条カラスマのクオンっていう、これ最近できたんじゃないですかね、僕ちょっと知らなかったんですけれども、キーマうどん、まあカレーうどんなんでしょうけれども、それのお店です。すごい変わった、なんか全粒粉っていうのかなこれ、ちょっとわからないですけども、太めの、うどんに、ご飯やらがついていると。食べ方いろいろ書いてあったんですが、まずこのすだちなのかライムなのかを、絞りまして、このうどんだけでまず楽しんでくださいと。でこれうどんね、歯ごたえがあって、これまた美味しいですね。なんか見てこれ、こんにゃくみたいなんですけれども、ちゃんとうどんでございます。で、キーマカレーなんですが、そんなに激辛でもなく、ちゃんとスパイシーでですね、でもちゃんと和風なんですよ。まあ和風カレーうどん京都有名なんですけれども、あれのキーマカレーうどん版みたいな、ことかな。まあでもこれご飯にかけても絶対美味しいやつだと思うので、ただ面白いのがこれほんまに和風なんですよね。いやこれはちょっと考えましたねという、新しいジャンルを、で、ネギが乗っておりまして、このネギがまたアクセントになってるんですよね。ちょっとサクッと、苦味も爽やかな苦味があって、でこのやっぱり柑橘系がすごい合うのですね。僕柑橘系が大好きなので、もうこれが乗ってるだけで、もう50点ぐらい、5割アップぐらい、5割増しアップぐらいになるんですけれども、で、このまま食べ進んでいくんですけれども、最終はですね、このご飯をかけるみたいなことなんですが、で天ぷら串カツか、天ぷらがありまして、レンコンとか、この椎茸すごい美味しかったっす。もう最高にうまかったですね。で、もう一個は、プチトマトですね。でこの、卵、見えてる卵なんですけど、これ最強味噌漬けにしてあるみたいなんですよね。なのでこれもうこれだけで相当うまいんです。いや今更ながらこんなん撮ってますね、お召し上がり方。そうなんですよ、この木の芽もまた効いてるねんな。この木の芽大好きなんですけど、でちょっとだけこれご飯で味見するともうこれだけで相当美味しいです。この卵だけで、いやうち作れへんかなと思ったんですけど、でまあほんまはうどんのところにこれを入れるんですけども、ちょっとだけカレーを置いてですね味見してみたんですが、そらうまいわ、それは美味しいです。で、ずっと食べ進めていってるんですけど、これどうも取り忘れてますね。ご飯この上に乗せて、それとなんかだしみたいなのかけたような気がするんですけれども、豆乳か、カツオのだしか選べるんですけど、僕カツオのだしにして、食べたんですが、これがまたうまかったですね。場所はこの辺です。カラスマのちょっと北の東、西側という感じですね。いやこれ新しいジャンルで、これ人気出るんじゃないでしょうか。行った時はちょっと空いてたんですけれども、新しいこれ定番になればいいですね。これ京都名物になるぐらいのポテンシャルを持ってる気がいたしましたが、ちょっと興味ある方もぜひぜひ、行ってみて、くださいと、いう感じでございます。ということで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。